はい、えー、皆さん、こんにちは。鈴木森生チャンネルへようこそ、えー。このチャンネルでは、看護師国家試験に確実に合格する学習方法と、えー、必要な知識について解説をしています。えー、今回のテーマは、関節リウマチの病態と症状についてです。最初に、えー、抗原病とは何かについて復習し、次に関節リウマチについて説明します。えー、関節リウマチの関節症状、関節外症状、全身症状の順に説明し、 悪性関節リウマチの症状についても説明します記憶に残る復習の仕方早期して保存について説明し、最後に関節リウマチの病態・症状に関する国家試験過去問題の解説をしていきます。まず、膠原病なんですけれども、膠原病は全身の結合組織に起こる全身性、慢性、炎症性疾患ですよね。結合組織の主体は抗原繊維ですから。 ですから抗原病ということになるわけですよねここでのポイントは2つですよね。まず1つは全身に抗原繊維があるから全身性の病気である。それからまあ炎症を起こすんだけれどもそれは一般的に慢性炎症であるということですよね。そして2つ目抗原病は複数の臓器に起こる臓器非特異的自己免疫疾患である。さあこれはどういう意味でしょうか。まあ、全身を置きますし抗原繊維は どの臓器にもありますから、まあ、そういう意味で複数の臓器に起こる。で皆さんは、えー、特異的な自己免疫疾患って分かりますかね <laughs> 例えばバセドウ病という自己免疫疾患は、えー、甲状腺の臓器に起こる一つの臓器に起こるこういうのは特異的ですよね、えー。例えば慢性甲状腺炎橋本病も甲状腺に起こる、ね、これも一つの臓器に特異的ですよね。 重症筋無力症という、ね、自己免疫疾患も神経筋接合部という部位に特異的に起こるというふうにですね、特異的自己免疫疾患というのは1箇所に起こるものですよね。それに対して抗原病の方は、まあ、抗原繊維がたくさんの臓器にありますから、どこか1箇所の臓器ではない。臓器非特異的 で複数の臓器に起こります、ね、そしてもう一つは自己免疫疾患。え自己免疫疾患ということはつまりアレルギーで起こる炎症だということですよね。はい次、抗原病は炎症性疾患なので発熱する。で皆さんはあ炎症が赤腫熱、機能障害というね、えー、症状を知っていると思います。ただ、慢性炎症はね一般的に機能障害が主になりますけれども例えば抗原病のように範囲が広い。ねえー で例えばアレルギーといえども範囲が広い場合にはですねこう熱が出てもいいわけですよね特に、えー、病態が悪い時期、ねえー、増悪期に、まあ、発熱することが多いですよねはい肛、えー、原病は結合組織が障害されるものですから関節炎皮膚症状がある結、ねえーね、合組織抗原繊維はですね、えー さまざまな臓器にありますけども特に多いところはどこですかと言われたらですねまあ一つ関節特に関節法ですよねそれから皮膚という特に神秘ですよねそれを思い出す必要がありますよねだから多くの膠原病で関節炎やそれから皮膚の症状がありますよね。 膠原病は自己免疫疾患ですから自己免疫疾患の特徴を覚えておくのもいいですよね、えー、自己免疫疾患は男女どちらに多いですかといったら、まあ、1対1ぐらいのものもありますけれども一般的には女性に多いですよね、えー、それから自己免疫疾患、ねえー、アレルギーで起こる炎症性疾患は決して高齢者の病気ではなかったですよね、えー、比較的若年に後発しますそして自己免疫疾患は急性炎症短期で治る 場合もありますけれども、多くは慢性化しましたよね。そして慢性化して、えー、いい時期と悪い時期がある。つまり、感解と増悪を繰り返します。この増悪の時に、まあ、熱が出たりしますよね。えー、抗原病は熱、えー、全身の結合促進が起こる、ねえー。臓器非特異的自己免疫疾患ですから。まああ ね、そのことを念頭に置いておけばですね、えー、全ての膠原病の問題を解くときにまずこの、ね、ページの知識というものがとても重要になりますよね。さあその中で関節リウマチは、まあ、名前が、ね、関節というのがついていますから主に関節の関節滑膜に炎症が起こる自己免疫疾患と言えるわけです。 それからご存知だと思いますけれども、膠原病の中で最も多いわけです。そして先ほど言った原則に従ってますよね、30歳代から50歳代、決して高齢者ではない、えー、そして女性に好発します。ただ、えー、予後が悪くないので、当然ね、こ,れこのこ頃に発症しても、まあ、高齢者になってもまだ関節リウマチを患っているということにはなります。 はいえー、関節リウマチの中で、この関節リウマチの症状に、えー、血管炎などの関節外症状があって、特に難治性で重症なものを悪性関節リウマチと言います、これも覚えておきましょう。えー、さらにです、ね、関節リウマチの患者の80%以上がリウマトイド因子という、まあ、自己抗体が、ね、陽性になります。 ただあ、ね、これも大切な所見なんだけれども、えー、決して関節リウマチに特異的、ね関節、それが見つかったから関節リウマチと診断されるものではないんですよね。他の病気でも、このリウマトイド因子は陽性になる人もあるということになります。えー、新しい、えー、抗体として、ですね抗感情シトルリン化ペプチド抗体、まあ、一般的に抗 CCP 抗体と言われているものがですね、 これは関節リウマチの患者さんの60%で陽性になりますから、えー、リウマトイド因子ほどの陽性にはならないんですが、逆にこちらが見つかった方がですね、えー、関節リウマチに対して得意性が高いんですね。ですから、この2つの自己抗体を今調べているんだということは、ですね、ぜひ知っておくといいと思います。まず関節リウマチの関節症状から。 えー、説明していきますまずは何といっても朝のこわばりですよね、えー、朝起きると、まあ、手の、ねえー、特に指のです、ね、関節が非常にこわばった感じがするというのは患者さんの多くが訴えて、えー、特に初発症状だったりもしますそして、えー、よく、ね、聞いてみると多発性対称性関節炎なんですよね多発性というのは少なくとも3か所以上の関節に えー、何らかの関節が腫れてるまたは関節が痛いなどの関節炎の症状がある。で、そして、えー、なんと左右対称性にね、えー、右の手首がね手関節がに腫れていたければ左の手関節も腫れて痛いといったようなですね対称性に関節炎症状が起こるというのも特徴です。えー、関節症状の後発部位は手や足の小関節なんですね。 さあ、どこだか分かりますか筋施設間関節、PIP 関節と言われますね。指の、えー、付け根の骨と2番目の骨の間ぐらいですよね。中手施設関節、これは指の付け根の関節ですよね。MCP 関節というのは手の指の付け根の関節。 はい、中足施設関節、MTP 関節と言われるものは、今度は足の指の付け根の関節ですよね。これらの関節に、こわばりや、腫れや痛み、多発性対称性関節炎の症状が起きるというのが非常に一般的です。そして、手関節や側関節、ひざ関節などにも広がっていくということになります。 えー、ただですね、これ非常に特徴があって、ね、これは非常によく問題に出てきますけれども、遠位施節間関節、DIP 関節は侵されないんですよね、つまり指の一番先端にある関節、えー、これは侵されないというのもお関節リウマチの特徴ですから、ぜひ覚えておきましょう。さあ関節リウマチの関節症状は、ね、晩期になってくるとお、ねえー、変形を起こしてきます。 これはさまざまな医療職でね、この変形の名前が聞かれます。えー、ボタン穴変形、スワンネック変形、尺側変異、足では外反母趾、えー。こういったことがもしかしたら看護師の国家試験でも取材されるかもしれないので覚えておくといいと思います。さあ、じゃあ関節外症状にはどのようなものがあるでしょうか。でリュマイトイド結節というのは皮下に結節を触れるということですね。 肺の病変として、間質性肺炎や胸膜炎が起こりやすい、目の病変として、上胸膜炎や抗細毛腰体炎が起きる、えー、心臓病変として、心膜炎が起こる、抹、ね、消、えーまあ、神経が障害されるといったようなものがです、ね、主な関節外症状になります。えー、そして、全身症状としては、倦怠感、胃疲労感、疲れやすいということですね、微熱、先ほども言ったように、増悪期に特に、ね。 体温がが上昇すす。ることが多いですえ体重減少、痩せてきますし、まあ、その原因として食欲不振もあります。えー、あと、貧血が意外と関節リウマチの患者さんの特徴ですので、これも覚えておくといいと思います。最後はあ悪性関節リウマチの症状ですね。関節リウマチによるまず多発関節炎があって、それと同時に体温が非常に高温ですよね。38度以上の発熱、えー、それに、えーまあ、痩せてしまう体重減少がある。 その他はです、ね、皮下結節、市半筋痛、筋力低下、間質性肺炎、胸膜炎、多発神経炎、消化管出血、上胸膜炎などの、えー、全身の血管炎に基づく症状が、まあ、いくつか見られるということになります。で特に特徴的なものとしてはです、ね、皮膚に潰瘍、つまり皮膚の欠損ができるわけですね、それから、ねえー、皮膚のどこかが拘束、虚、え、血、ー、になって壊死してしまう。 特に獅子先端が越死したり、そこに腐敗菌が感染するエスが起こって、まあ、それが主症状の患者さんもいるというような状態になります。こういった患者さんの血液検査をしてみると、リュマトイド因子は非常に高知になりますし、えー、血清の補体化まあ抗原抗体、複合体に結合するものですよね、2型アレルギー、3型アレルギーで重要な補体があ低値になってしまう。 という所見見が見られます、はい、国家試験には確実に合格する学習方法があって、このチャンネルではランニングするディスカッションの頭文字を取った LTD ですよと教えています。国家試験には合格必勝の法則があって、それはみんなが知っていること、あなたも知っていれば確実に合格しますよということです。LTD をすればそのような状態になるので合格できるわけです。LTD はまた記憶の三原則にも有効で理解して覚える決め、短記憶が長記憶に変わって忘れなくなる保存、思い出すことができる早期に有効です。 学習効率が非常に良いですから LTD について詳しく知りたいんだという方は学習方法の回をご覧になってください。それでは今回の復習をしてみましょう。SNS で今回学んだことを発信すると早期の訓練ですから記憶に保存されて忘れなくなります。Twitter、Instagram、Facebook、YouTube、LINE など何でも構いません。あなたの学びでクラスメートもあセットブ打たれのかと決、ね、めできてとっても喜んでくれます。 その時にはハッシュタグ鈴木盛チャンネルハッシュタグ関節リウマチの病態と症状とつけてくださいお願いします。最初に関節リウマチの主な炎症を言ってみてください。えー、そして関節リウマチの関節症状、関節外症状、全身症状の順で言ってみましょう。そして最後に悪性関節リウマチを説明してみましょう。過去の国家試験問題です。関節リウマチで正しいのはどれか。 1>, 1、抗原病の中で最も頻度の高い疾患です。あるこれは非常に簡単で、ね、有名なところを聞いてきていますよね。これが正しいということになります。他のものを見てみましょう。夕方の関節の痛みとこわばりが特徴的である。これはもう朝のこわばりという言葉を知っていれば否定できますよね。3番、関節炎が3カ所以上に多発するのはまれである。これも多発性関節炎という言葉を知っていれば、ね、否定することができます。 えー、関節胃マチにがんを合併したものが悪性関節リウマチだね。これも違いますよね、えー、関節マチの症状に、えー、血管炎などの関節外症状を伴って難治性で重症のものを悪性関節マチと言いましたはい、えー、関節胃蜂で正しいのはどれか1腎障害を合併することが多い、うん、これね、えー、一瞬うんそうですね複数の臓器も障害されますし血管炎があるから 腎障害を合併することが多いかなと迷ってしまいますけれどもやはり腎障害を合併しやすい膠原病というと SLE、ね、のループス腎炎を思い出してほしいですよね。2番関節のこわばりは夕方に多い朝のこわばりです。3番遠移施設が障害されやすい DIP が障害されやすいでしょうかこれは DIP は障害されにくいという、ね、ことを知っておく必要があると思います。 4番、悪性関節リウマチは血管炎を伴うでしょうか、まさにその通りということになります。えー、関節リウマチで起こる主な炎症はどれかという問題があります。滑膜炎、骨髄炎、骨軟骨炎、かんえー、関節周囲炎ですけれども、これは滑膜炎が正しいということになりますね。これが、えー、関節リウマチの病態の主体になるわけですよね。 同じような問題があー、ね、プール性で出ています。関節ユーマチで起こる主な症状はどれか。1番に滑膜炎があります。これが正解ですが、2番の血管炎ですね。血管炎も伴ってもいいわけですけれども、主な炎症は当然1番になります。ねえー、血管炎が見られて難治性であれば悪性関節ユーマチということになります。うん さあ、国家試験には確実に合格する学習方法があります。今回の学びが皆さんの役に立ったら、ぜひいいねボタンを押してください。また、チャンネル登録もよろしくお願いします。え、今回も最後までご視聴ありがとうございました。